京都芸術大学志願者8873人の謎という話をしたいと思います。京都芸術大学の志願者が年々増えに増えて、8873人も2023年度は受けているというふうに自ら公表しておりまして、これはなんと武蔵野美術大学、多摩美術大学よりも多い。えー、さらに関西の私立大学だと向川女子大や仏教大学よりも多い。 大阪芸術大学の3倍ということで大変な人気、えー、京都芸術大学大人気という状況でございますがちょっと多すぎないかなと思いまして何だろういや本当に大人気なのかもしれませんけども何だろうと謎を感じましたさてじゃあこの謎を解いていきましょう一体どういう入試方式でたくさん入ってるのかと申しますと 体験型1期3114人志願とで。体験2期が813人で3927人。これで全体の44%。さらに、えー、科目型入試が、えー、1期2期合計でやはり3900人ぐらいで44%ということで、この体験入試と科目の入試というのが主力である。共通テストで来る人はまあ少ないし、その他の入試方式はまあ除外ということで、 入学定員が975人、えー、今後定員増やすそうです。まあ、大変人気大学でございますんで、に対して、8873人受験してると。で、8873人も受験してて、えー、1000人ぐらいしか入学できないわけですから、じゃあ、かなりの人が落ちてるのかなと。そうも見えないんですよね。で、志願者数のデータは大学が公表しているものを細かく見たんですが、 気になるのは合格者数がわからない。まあ入学定員から言えば1000何人が合格してるはずなんですよ。で、じゃあ7000人落ちてるのかっていうとそんなはずはない。何かあるんじゃないかな。気になるのはこの体験授業型入試、その体験入試ですね。9月と10月に1期2期というふうに、えー、実施しておりまして、これは一般選抜なんでしょうか 年明けじゃないからそんなはずはなくて、プン社のパスナビだと総合型選抜扱いです。で、京都、えー、芸術大学は、この体験授業型になんと募集定員の50%を割いていますから、ほぼこれが主力入試であると言えるでしょう。10月の2期で10%。ということで、体験授業型入試で年内に6割取っている。科目選択型は、えー、11月と1月に、 えー、一期二期ってやってまして、それぞれ募集定員の10%かける2回。で、これもまあ総合型選抜扱いですね。この内容は、国語、英語、小論文、鉛筆デッサン、え生物画と、鉛筆デッサン、手から最大2科目選択え、1科目選択かということで、こっちは比較的普通の美大入試みたいです。これで年内に8割取ってしまいます。年内に8割取っちゃうし、体験授業型で6割取っちゃうっていうと、その、 一般選抜の年明けの志願者が8800人いるわけじゃないことは分かりますね。体験授業型入試がこの大学の大学入試の主力6割を占めているわけです。で、まあみんなその体験授業を受けに来ると9月に。授業に臨む姿勢とか、その授業を通して新しいことを学び取ろうとする探求心を見るそうです。体験授業といっても、その一般の大学のような講義形式、黙って聞くだけじゃなくて、 ワークショップであったり発表したりといったような美術系大学らしいですね。そのアクティブな本人の能動性をこう見るような入試なんだろうということが想像がつきます。積極的に挑戦して課題に取り組む行動力。また、えー、思考力や発想力や構想力、えー。教員のアドバイスを聞いたり、他の学生の考えに耳を傾け、相互に理解しようとする努力。まあ、美術系、芸術系大学ですから、そのテストの点数よりも、この 積極的に授業に自ら取り組んだり、教員や他の学生と一緒に何かできるっていう姿勢を、この体験授業型入試で見ているんだろうということは、想像がつきますね。また、この体験授業型入試は、9月に3日間開催され、併願ができます。なので、3コースないし、2コース併願できるんですね。ですから、例えば、大きい大学なんで、あれもやりたい、これもやりたいという場合は、3日間毎日ここの大学に通って、 体験授業型入試を受ける。なお、受講料は、えー、受験料は無料です。体験授業を受けるのは、ただなんですね。オープンキャンパスと一緒ですね。これは。なので、体験授業は、ただで受けられるし、ただで受けられる上に、まあ、1人3日、えー、3コース受けられる。3回受験してる扱いになります。で、合格した場合に、じゃあ、いよいよこれ、出願しようとすると、お金が発生すると。なので、 体験授業を3回聞いて帰っちゃっただけで受験してない人っていうのは出願していないんですが、この人が受験者扱いになってるんじゃないのかなと。もしこれを普通の大学が真似するとしたら、これは美術大学なんですけど、例えば9月に模擬講義を受ける入試をやりますと。で、模擬講義を受ける入試を無料でやって、参加しただけで受験者数扱いになります。また、例えば3つの学科、 経済学科の授業を聞いて、経営学科の授業を聞いてみたいなことをやると、えー、志願者数は2倍、3倍になります。そして、これを模擬講義を受けて落とされるということはなかなかないんじゃないのかなということで、まあ、みんな受かってるんじゃないかと。でこれが志願者数とで。なんとですね、いろいろ一生懸命京都芸術大学のホームページ探したんですが、出願者数が公表されていない。 私が見つけられなかったのであれば、こちらの責任ですけれども、まあでも分かりやすいところに本当は出してほしい。その受験者数は公表されてるんですね。で、1人3コースぐらい受験してると考えたときに、8800人が受験してるわけじゃなくて、まあ、現実3分の1ぐらいなのではないか。で、例えば京都芸術大学の実際の志願者が3000人ぐらいと考えれば、 大阪芸大と同じぐらいなんで、これは現実的な数字です。で、体験入試の出願者数が3900人ですが、もし1人3回受けてれば、実数は1000人台であろうと。1000人ぐらいいる高校生が、まあ、3コースぐらい受ければ3000人。なので、1000ってことはないでしょうけど、もうちょっと多いでしょうけど、2000はいかないかどうか。 で、かりませんであと、その科目で入ってる3900人が実数なのかというと、これ、併願できるんじゃないのかなと。とはいえ、いわゆる志願者何万人のルールで言えば、これがその実志願者数。でも3900人が受けてるわけじゃないだろう。まあ、半分とかじゃないのかなということを考えると、本当に受けている人数は、大阪芸大とそう変わらないのではないか。 まあ、その大体現実的な数字なんじゃないかと実志願者は2000人台とかなのかなというふうに考えますでその関西の大学ではこの体験授業での入試というのは美術系芸術系大学では大変盛んだそうでございますでこれ自体を僕は全然悪く言うつもりはなくて新しい大学受験のあり方なんだと思います テストの点数で落とすじゃなくて、そのじっくり体験授業で判定してもらえる。そしてよほど落とされない。無料で何回も受けまくれる。まあ、受けまくれるって言ってもそんな10回ってわけにいかないんで、現実2、3回タダで受けられて、体験授業の様子で判定してもらえて、よっぽど落とされない。っていうことで、まあ、はっきり言ってしまえば、これは難関大では無理。むさびたまびができる入試ではありません。 そのむさびたまびにただで授業を受ける講義形式の入試受けてねって言ったら多分満になってしまう人数はまあな,なっちゃいますよね。でまたその東京芸大とかがこういう入試ができるわけでもなくてその伝統的な美術大学では大変難しい入試東京の美大ではできない入試だと思う。が、まあ、関西じゃあこれは普通ということなんでまあその京都芸術大学が 主力の入試は9月10月に大学の講義を体験してもらって本人のやる気を見ますというので6割取る。というのはまあなんというか大学受験のあり方が自分の大学に何が一番合うのかということを最適化していった究極形態なんだと思います。なので私はその志願者数が8873人というのがその本当じゃないみたいに言うつもりはなくて 無料で受けられて、何回でも受けられて、しかも、その、入りたい受験生と大学が求めてるもののマッチングに成功してるんだから、これはあり。ありだけど、まあ、東京じゃやらないな。あるいは、まあ、あの、伝統的な美大ではやらないだろうな。どんな取り方でもいいんですよ。究極、専門学校は全入じゃないですか。アニメ、漫画、ゲーム専門学校とか。大事なのは、美大っていうのは、 卒業生の活躍が全てなんで、個人的にはだから、就職が1、2割とか、実際に著名な活躍をする卒業生の数が非常に少なくて比率の低い東京芸術大学は、僕自身はあの世間の皆様ほどは高く評価してません。もっと世の中をあって忘れるような芸術家がどんどん出るべきだし、食べていける人もどんどん出るべきだろうと、ロンドン芸術大学行ったら、もうちょっとですね。 マーケティングとかパブリックリレーションズとか教えてて芸術は売れてなんぼっていうのは僕はヨーロッパの一流美術大学の方が強く感じました。なのでその伝統的な美大に霞食ってろっていうのは国の話でやっぱり東京芸大であっても食べていける芸術って何だろうっていうのをもっと考えてほしいなっていう期待から。 私は世の中の人ほど東京芸大をすごく高く評価はしていない。が、まあ、とにかく著名な卒業生いっぱい出てるのは事実なんで、とにかく美大は卒業生の活躍がすべて。あの、デザイン専門学校とかでも素晴らしい卒業生いっぱい出てる専門学校もたくさんありますんで、この京都芸術大学の入試方式について、僕は別にあれこれ言いません。結果がすべて、東京芸大も、むさビも、たまびも、日芸も、大阪芸大も、 京都芸術大学もデザイン専門学校に至るまで美大は卒業生の活躍が全てなのでまあこうやって世の中の多くの受験生が関心を持つ入試形態を取るっていうこと自体はまあいいんじゃないですかというふうに思います。